キチャンネル。こんにちは。さあ、崖っぷち選手経過報告ということで、はい、今日は西武ライオンズ編です、はい、ね、まず渡辺裕太郎です、はい、ね、まあでももうそろそろ頑張らなきゃいけないっていうところで、まあ23歳ね、はい、期待値も高くて、まあ本当だったらもっと早く一軍に出てきてもおかしくなかったところを、まあ怪我とかもあってね、まあなかなか出れなかった感じだけども、今シーズンここまで12試合登板12先発、はい、でまあ1勝4敗、まあでも援護がなかったりするからね、でクオリティスタートの中井で、はい、まあもう来季に向けてはもう十分いい感じだね、正直ね、だから結局平がリリーフにね、平の情勢が気になるね、来季どうなるのかっていう、いや来季はないけど、FA 取った時に黙っていなくなるっていう、黙っていなくなるっていうね、もういや先発あぶれてるからリリーフの方がいないからね、だからチーム事情もわからんでもないんだよね、だから先発はいっぱいいるからね、リリーフがおらへんから、その平をリリーフにしたいよね、絶対的な。でも松本投手がまた今回先発戻ってきますよね、だからそこがリリーフでピリッとせんからちゃうリリーフがあふれてて先発が足りないとかじゃなく、松本がリリーフでピリッとせへんから前に行こうみたいなね、まあでも渡辺はもういい感じだね、はい、このまま怪我なくいけば、もう来年も確実に先発ローテーションに入ってくるっていう形でね、この企画に名前が出てくることはね、はい、なくなってくるんちゃうかっていうね、やっとねちゃんと出てきたなっていう感じがね、そうありますからね。続いて松田ね、はい、今のね全体的に西武がやらなきゃいけないことは、はい、まあこれはもう俺はもう昔から言ってるけども、弱いチームに一軍にずっと いないベテランはいらないっていう、だってもう伸びしろないからね、でそれで一軍にいてレギュラークラスもしくはピッチャーでしっかり持ち場も必ずあっていいところの勝ちゲームで投げれてるんだったらいいけども、それができなかったり二軍にずっといたらもう扱いづらいからね、コーチも気使うしね、でしかもチームが強くしていかなきゃいけないってなったら、まあ、若手の方がいるからね、まあ、育成していかないとですからね、でそうなってくると、まあ、マスだね、はい、今年36歳、うん、まあちょっと厳しいね、まあ、全員一勝できないからね、いずれ来るからね、はい、その時はね、うん、別に誰がいいとか悪いとかじゃなくて現実受け止めていくしかないから、はい、でしかも弱いチームっていうのはもうベテランは切るしかない、ね、それはもう応援してるファンの人いるかもしれないけど一生無理だからね、まあ、それ一生は無理ですよね、でも一生入り続けなきゃいけないぐらいの勢いでファンの人を応援するからね、はい、まあ、その気持ちは分からんでもないけど、まあ、なかなか難しいね、違うステージでね、でそれよりもそのね、ベテランがチームに必要なんだったら別に選手であるべき必要ないね、別にコーチでもいいやん、確かにノウハウを教えれるやん、で自分の練習もしなくていいやから余計いいやんな、そんな練習してる姿勢より指導した方がいいやん、選手のこともよく分かってそうですね、そうそうそう、だからそれだけ必要なんだったら別に選手であり続ける必要ないから、そういった意味でシフトチェンジすることもまあ必要になってくるのかなとね、はい、で続いて野手、はい、古賀です。あれ古賀選手って何の崖だったんでしたっけ。いやだから昨年、U24 かな、はい、あったやん、代表の、うん、バンドね、うん、一躍あれで名前が売れたけども一本立ちしていかなきゃいけないところで、はい、今年定着できるかっていうね、うんうん、なったけども、まあ、全く定着できずっていうね、2割1分クーリンできついよな、隅谷が試合出ても結構、うん、そうですね、そこももう隅田におんぶに抱っこで隅田ももう1割台だしね、打率ね、そういう意味では、でしかもまだこれが上位にいればいいけど下位やろ、なかなか苦しいよな正直。まあ今年何年目、3年目か、3年目、5年目までがあのリミットだから大卒は。これなんで5年目って言ってるか知ってる、佐藤さん何年目だったの。俺5年目自分じゃんでも佐藤投手はもう今年5年目やね、そうですね、ロッテで。だから一応高卒でも、だからみんな5年目っていうね、一括りは大卒で、だから高卒でも5年目ってことは大卒1年目と一緒の時やな、大卒で5年目も、まあ、27歳やから30前のまあまあギリギリのラインや、いい年です、ね、だから大卒でも社会人になってくるとちょっと3年目以内ぐらいには出てきてほしいけども、まあ、それ入ってくる年齢にもよるけどね、21歳ぐらいだと5年見てもいいかなってなるけども、まあ、24歳だから大卒社会人行っただから27までにはそこそこ形見しとかないと、そっからいきなりガーンもう和田さんとかぐらいだからね、30歳からの方がヒット数多いとかね、おーすごい、
だからそのまれだからやっぱ5年目までにはね、うん、もう絶対的な結果を残していかなきゃいけないって考えると、まあ、まだ3年目だから、はい、あと2年猶予あるけども、うん、なんとかバッティング頑張んないと新しいの取られちゃいますよっていう、うん、一軍で経験できてるっていうのはやっぱりでも大きいんじゃないですか、うん、でもいなくなるよ、まあ、打たないと他が出てきたらね、打たないと他が出てきたらもう危ういですよね。ただいないから試合それ楽天バージョンと一緒だからね、はい、一軍出てるだけじゃすぐ誰か来たらいなくなるから、まあ、そうですね、うん、もっといい人が現れたらすぐ変えられちゃうよって、ね、そうそういないから出てるだけっていう説もあるから、うんうん、確かに今のうちに打てるようになって、うん、もっとこう学ばないとっていう、しかも、うん、経験とか、はい、ほぼほぼいらんから、ね、あそうなんですか、一軍の経験とか言うじゃないだってそれより1年目で打率3割ってやつを使うやろ、そうですね、うん、そりゃそうですね、うんうん、経験あるけど会社と一緒やね、はい、10年向いて結果出せるやつだったら、はい、1年目の結果出すやつの方がいいやん、そりゃそうですね、うん、経験なんて能力ないやつが仕方ないからつけてるオプションと一緒やで、あ、打って勝ってて文句言われてるやつ俺見たことないもん、まあ、そうですね、うん、確かにね、うん、で打てないけど勝ってて文句言われてるやつも見たことないし、うん、打ってて負けてても文句言われるやつほぼ見たことない、うんうん、打てば全て OK っていう、もう野球の野手で大事なのは打つことだけだから、うん、大げさに言うと、ね、正直、うん、だってもしキャッチャーでも守備悪かったら打ったらどんどんホームから離れていくだけやね、キャッチャー、内野、外野ちってコンバートって言って、うん、で、外野に行けば多少守備下手くそでも、うん、打ってたらずっと出れるから、あそうですね、うん、正直確かに、まあ、打つが正義ですね、うんうん、打つことだけやね、大事なのは、うん、その他はしかも守備練習したら上手くなるから、うん、ほぼ全員、うん、打てないやつを打たせるようにするより守れないやつを守れるようにする方が簡単やから、はあ、だからもう打つのみ、2割1分クリーンは寂しすぎるな、うんちょっとまあでもあと2年あるから、はい、猶予ね、猶予ね、うん、これ引き続き崖にいるよ、はい、社会人とかのドラマで撮ってきたキャッチャーさんありえるよな、ね、それはありますよね、バッティングがめちゃくちゃいいって言って、でも逆に言うとね、岡田子が住谷継野田牧野古市全員ビッグチャンスだけどね、ね、うん、そうですね、俺がだって今アマチュアだったらキャッチャーで一番12球団で行きたい球団西武やろ、出やすそうっていう、おらんやんだって、うん、固まってないですよね、おらんやん、がっちりがっちりがいない選手、今日俺がロッテ選んだぐらいおらんで、うん、はい、毎日誰で出るかわからんもん、うん、本当そうっすよね、それぐらい 今のアマチュア選手はって思われてることがあかんやろ、うん、正直ね、はい、だからちょっと頑張んないとね、うん、ちょっと継続だね、で続いて、はい、ヨーカー、はい、ちょっとチャンスつかめなかったかな、だからまあ現役ドラフトで来て、まあ、チャンスあったと思うんだよね、はい、ファーストサード外野守れて、まあ、西武もそこいなかったし、うん、で打つってなった時に、はい、チャンスあったと思うけども、この西武に来て、まあ、チャンスつかめなかったね、うん、昨年も1割6分7厘で今年1割3分3厘でもう1軍いないからね、まあでもチャンスあったわけだからね、うん、よかったよね、本人取ったらね、うん、ノーチャンスの中終焉迎えるより、うん、チャンスあった中でそれをつかめなかったのは自分の責任だからね、うん、でもチャンスあるっていうことがね良かったからね、うん、いや続いて、はい、鈴木翔平、あ、そこガキだったっけ、もうちょっとピン大ピンチやな、そう、そうっすか、だって1割くぶ1人やで、いや、そうなの、小賀にあんなこと言ったけど小賀より打ってへんねんで、そうですね、外野 でしかももう今1軍おらへんねんで、そう今1軍おらへんで、うん、怪我じゃなかったらね、はい、大ピンチやで、ちょっと前までいたんですけどね気づいたら落ちちゃってて、大ピンチやだって外野も岸も、うん、岸、昼間、はい、ガルシアみたいな、はい、うん、まあ、ガルシアは多分来季に向けてのねテストとかね、うん、経験、それこそ経験とかね、はい、その日本の野球を経験させるっていうところもね、うん、まあ、一本あるかも、ね、分かんないけども、はい、8年目、はい、26歳もう8年経つんだ、来年27歳で大ピンチやで、さっき言ってた27歳大ピンチやで、はい、今の西武、うん、ほぼ大チャンスポジションばっかりだからね、今の西武も全ポジションがほぼ大チャンス、まあ、ショートぐらいチャンス、ショート、まあ、そうですね、うん、まあ、外崎持ちすぎたからね、うん、正直そこもちょっと頑張ったら抜ける可能性あるから、うん、源田ぐらいやな、そうですね、もう絶対無理なのはね、うん、うん、あとは大チャンスよ、全ポジション、うん、はい、こんなフリーボールのチームないからね、がっちりがいないですもんね、そういう意味では、うん、もうちょっと頑張ったらすぐレギュラーなんだけども、はい、結果を出せない、これ苦しさね、苦
個ちょっと頑張んないとあれだね、はい、うん、一歩間違ったらもう、まあ、トレードに出し上げてもいいんちゃうかって。確かにね、現役ドラフトでもいいんちゃうな、ね、いやでもこれこれ、打球団が空いてる場合やってないんですよね今。でもやっぱりそのさ、うん、今まで見ててもさ、うん、結局こんな選手出すんやっていう球団が現役ドラフトいい選手取れてるやん。あ、それはありますね。だから阪神とかでも馬場とか、うん、ね、ヨーカーもそうだし、うん、その時で見てたら、うん、みたいな、うん、っていうのを、そのでもそう考えたら阪神眼力すごいよな。すごい。現役ドラフト名前出た時はって思うけど、行った先でほぼ一軍おらんもんな、うん、でも取ってくる選手ほぼ一軍いいよ。すごいですね、うん、大竹投手ね、うん、あんだけ今年漆原もそうだし、うん、でやっぱいい選手出さないと上位で取れないわけじゃん、うん、でそれもね、毎年のようにこう水谷もそうだし、うん、いい選手が現役ドラフトから出てくるから、うん、やっぱ自分たちもいい選手出さないとっていうところで上がるかも分かんないよね。すごいですね、うん、まだ若いしね、はい、そういう意味ではね、いやそれぐらい頑張んないとっていうところ。環境変わって出会う人が変わるとかいろいろあるかもしれないですね。そうそう、細川みたいにね、うんうん、っていうのもあるからね、はい、そういった意味では、うん、ひょっとしたらね、現役ドラフトかけても面白いかもわかんないよね。使わないんだったらね、使わないんだったらね、うんうん、でもまあ使わないのも本人の責任だけどね。使わないのね、はい、チャンスあるから、あの今までトレードで出し上げた方がいい選手ほぼノーチャンスだからね。そうですね、だいぶチャンスあるからね、うん、いやだいぶチャンスあるよ、うんうん、だから、はい、今回の成分の中厳しいよな、全体的に。まあでもそれはもうね、はい、最後はもう自分の責任だからね、うんうん、そういった意味では、はい、だ今後いるかな、崖っぷちになりそうな西武の選手。松原でしょ。あ、松原もチャンスつかめんかったな、うん、それはもう仕方ないよね、ないです、本人のせいだからね、はい、うん、いやもう松原と鈴木翔平キャラかぶりだからね。そうですね、完全に足早い系でね、うん、でも仕方ないよね、チャンスもらってきて、うん、1割2分3厘やからな、うん、それはもう、それはもう本人の責任だからね、はい、それはなかなか難しいよな、うん、あと野村大樹も頑張んないと、うん、外国人取られてきたら一発で終わりだからね、はい、うん、1割9分8厘だからね、うん、まあ、そういった面でもう来年もね、はい、この崖っぷち選手にはね、はい、いろんな選手が名前出てくるんちゃうかと思いながら、でも今一番チャンスだからね、うん、セーブはチャンスですよ、うん、その中でまあ掴めるかどうかね、はい、まあ勝負だね、うん、ということで結果報告でした、はい。